合奏は、オランダ黄金時代の画家ヨハネス・フェルメールが1664年頃に描いた絵画。合奏には、座ってハープシコードを弾く若い女性、リュートを弾く男性、立って歌う女性の3人の人物が描かれている。ハープシコードは、理想号アルカディアの風景画で飾られている。画面左手前のテーブルの下には、弦楽器が描かれ、音楽という、 この作品の主題をより高める役割を果たしている。背景の壁には2点の絵画が掛けられている。右の絵画はフェルメールがバージナルの前に座る女の背景にも描き入れているリルクファン・バビュー連作の召喚の情景を描いた鳥文字女で、これはフェルメールの義母マリア・ティンスが所有していた絵画だった。左の絵画には田園の風景が描かれている。 当時のオランダ絵画において音楽は、性愛と関係づけられることがあり、背景に描かれた、鳥文字女が性愛を象徴していると考えられている。1669年にアムステルダムで売りに出されたが、以降1780年までの所在は分かっていない。その後、アメリカの事前家で、美術収集家のイザベラ・スチュアート・ガードナーが、1892年に、 パリで開催されたオークションで5000ドルで落札。1903年に彼女がボストンに創設したイザベラ・スチュワート・ガードナー、美術館に展示した。しかし、1990年3月18日未明、ボストン市警の警察官を装った強盗二人組が美術館に押し入って警備員を拘束した上、本作のほかレンブラントのガリラヤの海の嵐、 自画像などの作品3点、ドガの素描5点、マネのトルトニテイにてテ他中国の動機など、計13点の所蔵品を窃盗した。フェルメールの作品は1970年代以降、たびたび盗難にあったが、本作のみ同時に盗難された他作品とともに、行方不明のままとなっている。合奏は盗難絵画としては最も高額な作品とされ、 その評価額は2億ドル超とみなされている。abchttp://www.esen.ialver.com t スラッシュキャアバットコンサート h t m l 九百九十ボストンアートハイストラトルズインベスティゲイターズアーカイブド二千十四年九月二十五日アットザウェイバックマシン ケープコットタイムズハット http コロンスラッシュスラッシュ w w w g、um. a r d n e r m u s e u m o r g スラッシュコレクションスラッシュアートワークスラッシュ 2nd フロアタッチルームザコンサートハットストールンエイドキュメンタリーアバウトザセフトオブザコンセールフロムザ PBS ウェブサイトありがとうございます